はい、というわけで先手は加藤選手、水産道料理突破坂選手が先手で試合が始まります。はい、やっぱ1位通過ですからね。はい、これで相手の出来だったらどうしましょうか。後手でキリって後手でって一応聞いたんですか、中道さん。はい、ちょっとランドがなさそうでしたね、加藤選手は。あ、2人とも早い。はい、早いですね。土地がないとゲームができない。もちろん加藤さんのよく詳細をよく見てるんですけど、あの、あの4枚の引き方もマリガンの感じでした。あの感じはマリガンでしたね。大体男なら黒に染まれっていう、まあ、黒なんかスリーブかっこいいですよね。そうですね、黒のスリーブって。KMC さんのハイパーマット、ザラ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 、あれが昔はずっと、もう何年か、そうですね、もう5、6年ずっとあれしか使ってない時期ありましたね。はい、相性的には井川さんがさっきおっしゃっていたんですけども、ちょっと中道さんの意味なんじゃないかというふうに。はい、まあ、カードパワーが高くて単体ジョックが強い加藤選手なんですが、中道さんは逆に横並べが優秀で、まあ、必殺技もあるデッキなんで、うん、少し中道さんの方が有利かなと思います。除去が多めなのが加藤さんなんですけど、その除去があまり効かないというデッキが中道さんデッキで、そうですね、もう1-1とか2-1みたいなクリーチャーが大量に並んで、はい、まあ、その全体強化打って殴ってくるデッキなんで、うん、その加藤さんの強みである単体除去の強さ、はい、といったのがあまり生きないんですよね、うん、このマッチアップだと。なんならちょっと重い、はい、5マナ払って 2-2 に打つみたいになるんで、なんなら2マナ 2-2 のがいいだろうという。そうですね、はい、はい、そのライフ損失を抑えるという意味でも、うん、さあマリガンゴレスがちょっと迷っていますかね、これは加藤選手は。加藤選手はランドが1枚ですか、平地しかなくないですかね。平地だけですよね、あれは見えますね。はい、はい、全体除去の馬ないんですよね。いないですね、いないですね、いたらとんでもないですけどね。馬牝馬ですよね、疫病牝馬は入ってないんですよね、はい、あ、キープしましたね、はい、加藤選手はキープ。しかも先日はトップということは、はい、そうですね、中道選手もトップ悩んでる、悩んでますね。サイド後も相性はそこまで改善しないかなと。ドワーフの僧侶の2枚目があるので、まあ、それがかなり有効なカードではあるんですが、加藤選手としてはそのドワーフの僧侶を入れると、はい、さあ、はい、さあ握手をして始まります、まあ、写真撮ってますね、写真撮ってますね、はい。あ、クロージョンスイム一般発売多分されると思いますよ、きっと。何とも言えないです今僕はその何にも言えないですけど、僕らに、はい、僕らに何のあれもないため、そうですね、せーあーと佐藤玲さんのやつは多分あの今シーズン2010シーズン切り替えでも一気に修正されてますね。多分そうですね、シーズンの分が修正されてないだけですね。そうですね、はい、あの昨シーズンの情報までしか更新されてないので、そうなんですよ、はい、ご了承ください。あ、リミットのデッキは40枚以上ですね。ただ大胸見で40枚、そうですね、基本的には40で組むのが推奨ですね。はい、はい、というわけで決勝戦が始まりました。まずは平地を置いて、さあ先に展開したのは中見選手ですね。はい、山子、おお素晴らしい、ベストムーブの1個ですね、はい、あ、ただ上が沼だったのかな。そうですね、先日上に置いてましたね。山、あ、ランド引いてますね。山平地、素晴らしい、お互いに。お、あ、しかし2万のクリーチャーはないと。あんなに入ってるのにと。あ、まあ、世界が変わらない。寝るクリーチャーが増えるだけなんで。なるほど。走っても1点。なるほど。さあ、3ターン目。おー、このペガサスの瞬目、いいですね。1-2、1-3、1-3。1-3、サイズが素晴らしい。くし、いやー、殴りたくない。あ、ラッパ。ラッパの地域をここで打つのか、果たして。どうですか。いやー、打ちたくないですね。打ちたくないですか。打ちたくないですね。はい、あ、おー、素晴らしい、素晴らしい。自分自身、あ、そうですね、やっぱこのさっき言ってた自分自身をパスして殴る展開と。あ、なるほど。お、横も殴ったということは、これショック打つってことですね。ショック打つんですかね。まあ次のターンからも2-1が殴りたいから、もうショック打っちゃえっていう。なるほど。はい、5点打ちました。まあ、確かにこのままずっと殴られてるのが一番気だったんですか、ね、そうですね、結局この1-3がもう盤面としてガンなのでしょうがないと。はいはい、さあ加藤さんは4枚目の途中引きました。お、でかい、おお、ドアフンソロ2-4、はい、このマッチのキーカードの一つですね。 2-4 というボディとライフゲイン、素晴らしい。これで一気に中道選手殴りづらくなりましたね。はい、ラッパでも死なない。そうですね、ラッパ打っても、まあ、3-1 までなんで、多分2-1はブロックしてくれないんで、はい、これ、うん、いやー、だいぶ殴りざく。あ、それでも。行きますね。行きますね。止ま、あ、お、あれ？ラッパ。おー、素晴らしい。あららららららら。これは。そうですね。ちょっと、多分、デッキリスト知ってるはずなので、そうですね。プラス3、プラス0の確実な一撃も持ってないので、ちょっとこれはもったいないように見えますが、もしかしたら2体回収のような、そういったカードもあるのかもしれませんね。なるほど。グレイブディガーもありますかね。はい。
ショックも打たれ、まあ、もしくはあれですね、稲妻の一撃をケアした可能性もありますね。稲妻の一撃、1-1をブロックして稲妻の一撃食らうと損なので、だったら 2-1 をブロックしとこうっていった考えかもしれません。ラッパの方だったらむしろ打たせた方が、後の大きな手よりはマシだと、はい。の可能性はありますね。はい、ただ何も展開できずにお互いを高すぎてきます、はい、しかも手札がいや黒黒のカード、黒黒のカードが黒黒が手札に溜まってますね。加藤選手黒黒がいやこれいや加藤選手今平地4沼1なんですけどデッキの沼10、はい、平地7ですかあれ沼10平地7なのに平地4沼1引いているという、はい、かなりまあ端的に言うと下振れというやつですね、はい、しかもこの3-1っていうのがあピッぴったり5点はい、というわけでゲーム1は中道選手が電光石火の一撃を倒しましたと、はい、やっぱりちょっと今3-1を最後引きましたけどそうですね噛み合っちゃいましたね噛み合っちゃいましたね、はい、少し、加藤選手マリガンから少し色物のトラブルに見舞われてしまいましたね、はいまあ、もちろん、沼中平地7にしているということは要するに黒黒のカードが多いということなんですがその7の方を多めに引いてしまうという、はいまあ、7枚中4枚ですからね。そうですね。まあ、マジック特有で。まあ、これはもうどうしようもないやつです ね、はい、ですね。さあ、サイドボード攻略は先ほどおっしゃったようにドワーフの僧侶を入れることは確定していると思いますが、はい、ですから2マナ3-1アーチを抜きますか、オレスコスの。まあ、代わりに入れたいものが何かですよね。結局、はい、4マナのカード入れるのに2マナのカード抜くのは嫌だと。加藤選手の今、まあ、ピックしてるカードを見てるんですが、黒と白のカードほとんど全部入ってるんですよね。入ってますよね。白で入ってないのがドワーフの僧侶1枚だけ、はい、黒で入ってないカードが脅迫と感染症の恐怖と君主の人神で、まあ、君主の人神と感染症の恐怖はまあもうカードじゃないレベルなんで、はいはいまあ、実質脅迫だけですね。脅迫はどうですかね、まあ、ちなみに脅迫はまあまあありですね。まあまあありですか。なぜかというと絶対に あの中見さんのデッキラッパが手札に溜まるんですよ。はいはいはい、その適正ターンまで打たない、うん、初手にあっても6ターン目ぐらいまで打たないカードなんで、うん、なので脅迫は入れてもいいですね。まあ、ラッパとほとんど必ず引けば交換できるだろうっていうカードを使ってる、はい、あと精神腐敗もあるんで精神腐敗でもいいです。お結局そういったそのフィニッシュブローみたいなカードが手札に溜まるはずなんで、はいはいはい、構成上、うん、なので、まあ、精神腐敗か脅迫のどっちかは入れてもいいかな。加藤選手が先手であることを加味すると、まあ、脅迫の方が良さそうな気がしますか。そうですね、ピンポイントの2枚ディスカードは余ったランド2枚とかで防がれるかもしれないので、はいはい、脅迫だけ入れるとかになる気がしますね、これは。アグロに精神腐敗入れたのはちょっと納得いかない点もあるかもしれないですね。まあ、特に後手ですしね、はい、自分が先手を選ぶと思うんで、はいはい脅迫は多分入れるんじゃないかな。はい、どうでしょう。今サイドインアウト見てる。あ、でも1枚入れてますかね。やっぱり多分おそらく。多分1枚抜いて、あ1今3-1を。いやであれ爆発性の危機入れましたね。入れましたね。ただ爆発性の危機もそんなに強くないと思うんですけどね。あのこれまあ、結局やってることピン除去、はい、単体除去で、まあ、単体除去は主体的ではないので。今日2マナ3-1でブロックしてるとあんまり変わらない状況になってる。あんまり変わらないはずですね。結局その例えば4マナ2-2警戒2体を片方潰すとかだけなんで、これはどうかなとちょっと個人的には疑問ですが、はい、まあ損でもいいからとにかく頭数を減らしたいという意図かもしれません。もちろんペガサスで飛ばれるとブロックできないですからね3-1は。はい、それこそ。なるほど。三撃の悪魔とかも結構出しづらいんですが、勝ちに行くのに必要だから抜けないかな、はい、抜けはしないカードになってるんですかね。そうですね、4マナ66で、加藤さんは中道さんみたいにバーッと横に並んだりしないので、はいはい、かなりこれ出すの大変なんですよ。結構いいクリーチャーを避けないといけないと。そう、もしくはブロッカーだった2マナ3-1とかをブロックせずに避けるまで残っておかなきゃいけないんで、かなりこのマッチだときつい、はい、出せない。なんなら反逆の行動で。そうですね。なんでまあサイドアウトしたいけどこれ抜くと勝てなくなる。そのこれからね早いターンに出してその相手が、はい、その盤面とラッパっていう、はい、まあコンボデッキなんである意味、はい、それが揃う前に勝ちたいっていうのもあると思うんで、うん、多分抜けないんじゃないかなと思います。かなり強いあのマッチ的には弱いカードなんで、はい、あ、2万3インさらに抜くかな。抜けますかね。あまりにもあの、まあ。まあ、1-1の無理。先導者3敗を見たらちょっと抜きたくなりますよね。そうですね。
しかし全部抜くのはそれはそれでなんかアクションが重くなりすぎる気もしますが、はい、なんだろう、引いたらこっちだけマリガンしたようなもんすかね。いやそのクリーチャーを抜くと、いやこの惨劇の悪魔がさらに出なくなるんですよ、ね、だから抜くんだったらセットかなと思うんですけど全部抜いてその脅迫と精神腐敗とか入れて、はい、みたいな形の方が、まあ、完全にスペルプランを取ると。そうですね、どうなんだろうな、ちょっと難しいところですね。一方中道選手としてあまり中身を入れ替えるのがよく言うんでしょうかね。あんまり中道選手の方も、まあ、基本有利ですし、あの極端に入れたいカードないので、まあ、火山のドラゴンぐらいですかね本当に、はい、うん、まあ、後手だし、あ、なるほど、まあ、1枚で強いし、うん、みたいな。ただ火山のドラゴンも1回殴ってそのね、加藤選手ピン熟語は強いんでですね、殺害とか、はい、確定熟語が強いところに1枚強いカードを入れても、まあ、そんなに美味しくないので、なんかほぼメインのままいきそうに感じますけどね。さあ今回も土地がちょっとなさそうですが、加藤選手は沼かな。あ、一番手前と一番奥が両方沼に見えますね。ただ平地がない。中道さんの方は平地さ山、両方平地平地山ってありそうですね。ですね。並べてくれ、並べてくれると嬉しいな。だが寄せる方ってことですか。はい、はい、実況細川の方が担当しています。一番奥が平地かな、はい、ですね、一番奥平地ですね。で手前が山平地かなですね、はい。なんで中道さんの方はまあバランスよくキープしそうで、加藤さんが悩んでる。全然関係ないですけど、これアンステーブルの基本地形ってこういう時めちゃくちゃ分かりやすくないですか。そう、まあ、まあ全面ですからね。すごいですよね、あれいいですよね、はい。なんで配信向きだなと思います、ね、配信向きですよね、はい。まあ、あのランドも全然かランドもかなり分かりやすいですよね。見てみて、かなり実況解説に優しい、優しいです、ね、加藤さんから今悩んでる感じですね。中見さんとしてはもうキープと言いたいが、沼なのかな。いや沼ではないと思います。一番奥は、いや、平じゃないですね、あれは絶対。あれ、白いカードですよ。よし、あ、マリガンですね。マリガンですね。はい。This format is a magic core limited. マジックコア。イカさん、もうちょい英語できますよね。もうちょっとできますけど。なんでそんな、うん、楽しかったです。いや、その方がいいかなと思って。いや、流暢に話してもね、なんかあれかなと。向こうって何ですか、マジック、まあ、2019とかじゃないですかって言いますけど、まあ、普通2019とかって最初の2つだから、はいはいはい、うん、いや正式名称何だったかなと思って、あ、確かにコアセットコアセットですね。コア19とかかな、そうですね、うん、結構2つで呼ぶことが多いはずなんで、ああ、ね、うん、コア19、そうブースタードラフトですね、はい。アンステ見た目いいですからね。見た目もいい、探しやすい、安い、はい、安い。なんとハレルヤではいくらですか。まあそれは皆さん知っていただければと。さあ6枚は、お、今度は色のマナーのバランスはしっかりしますね、はい、はい。さあ先日の悩んでいますが下に置きました。オレスコスからかな、はい、はい、2ターン目、あ、おー、ターン目センボノグールから。センボノグールかなり、あ、このマッチはいいですねこの 2-2 がやはり1-1 を止めつつなんでベストムーブと言えるでしょう。はい、からの3-1。しかも3ターン目にはペガサスの瞬目も見えますね、どうやら。アグロプラント。ただ、はい、この3-1、まあ。いや、でもこの3-1ペガサスで飛びますからね。あ、確かに。はい。すごい。殴る、はい、これはまあ。いや、中道さん悩みますね。もう1枚あったらスルーしても。あ、ブロックしてもいいと。はい。ペガサス、これは。加藤さん攻める。これはでかいですね。ベストムーブですね、これは。守る展開だと中道さん厳しいんですかね。そうですね。やはりその中道さんも、時間が欲しいんですね、はいはい、多少そのやはり一枚一枚のカードは強くなくて集合体なので、こういった展開は実はそんなに望んでないと。早いですかね、クロックは。特に加藤さんがかなりその1マナ22と3マナ13という硬いクリーチャーがたくさん出してきてるので、はい、こっちからも殴りづらい。殴るときにはラッパが必要なんで。なるほどなるほど。4点入りますかね、ここは。あ、全部いきますか。いや、いきました、いきました、全部いきました。強気ですね。さあ1-1ダブルブロックしますか。そうですね、もうしますね。ここはもうずっとこの後これ殴ってきてるってことは、あの 4-2 が止まるクリーチャーが出てくるんですよ、絶対に。なるほど。ということは 2-2 以上が出てくるので、うん、あの 1-1 は殴れないと。はいはいはい。だったらもうずっと 2-2 食らい続けるんだったら、ここで交換しとこうという感じですね、うん、もうここまあおかしいじゃないですか。 4-2 がいるのに殴ってくるっていうのは。はいはい。
なのでクリーチャーはおおむね出てくるですね。もしくは出てくるんであればもうブロックした方が絶対にいい、まあ、そうですね。もしくはあのダメージレースできるから殴ってるってことなんで、あの 2-2 の2点もきついっていう形ですね。もう中道さんめちゃくちゃ今押されてる場なんで、自分のライフの損失をもう抑える方に集中しますね。なるほど。現状もきついですからね。これきついですね。はい。お、64でお殴ります。いや、まあ、まあ結局止まってないんで場は。あ、1個止まってないですね。そうですね。いや、1個止まってないですね。さあ、次は6点、しかし6点だから2ターンクロックですね。はい、早い。そして中道さんもこれなかなか止まらないんですよね。中道さんのデッキ飛行クリーチャーは、まあ、1マネ1に飛行は入ってますが、その数自体多くないので、この展開は一番きつい多分。さあ6点が入ります。はい、飛行ビート、これは5電光石火ですね。早い。しかもブロッカーが強いっていう。ライフリンクを持ってますね。おお、お、中身、しかし、ある。廊下の輝き、いや、土地あります、ね、あります、あります。お、すごいですね。ありますよ。中西選手、だから後手は常にこれを入れるプランなんですね。ということですね。いや、多分土地、あると思いますけどね。あ、いや、平地あるように見えますね。ありますよね。だから、ただ、ランド置く前に殴るか悩んでるんじゃないですか。あー、なるほど。まあ、置いてからだと露骨すぎるんで。そうですね。いやー難しい。これフルパンする、いや、どうすれば一番通してくれるかなって考えてます ね、 ですね。例えばトークン1体残すことで、そうですね、 これとトークン1体だったらどうするかなとか、うん、まあ、これだけが一番通してくれそうだなと。チャンプする、チャンプされたぞと。こうなる、チャンプこうなると2点損なんですよね。だからまあ難しいですよ ね、 ここのどうすれば相手が一番臭くないか、はい、これが警戒されないかっていうアタックを考えなきゃいけなかったんで、はい、もう一体ぐらい殴ってもそうに見えましたけどね。なかなか難しい。すさまじい。いやー、100点。これはこれ100点ですね。はい、この単体で勝てる性能3、4飛行、おお、素晴らしい。というわけでゲーム2は浄化の輝きを放ったんですが、加藤健介選手が現代を見られた大異彩で、はい、吸血鬼の貴族、はい、君主、君主強し、はい、で盛り返しましたと。いや、化粧にふさわしい、もう素晴らしいゲームですね、うん、お互いにゲーム展開がもう構築できるみたいな、うん、反逆の行動あたり抜いてますね、うん、あ、今馬を戻すんですかね。スタッツがいいってことなんですかね。馬どれだ、あの、あれですよ、3マナ2、3、あ、そうですね。でも浄化の輝きを抜いて、先手なので浄化の輝きを抜いて、はい、2、3の馬、まあ、2、3というサイズと、あとはまあ単純にこういったライフレースするんだと3ゲーム嬉しいので、なるほど、一方的に、でも後手だったらなおさら残してた方が良かったように見えるけどな、はいはい、馬、いや、今何この防御牝馬抜いてたってことですか。やったと見えたんですけど、なんかあの、ああ、オレンジっぽいイラストだったんで、違うんですかね今の。まあ確かに、いやいや、多分こあれですね、オーラの方だと思います。あ、オーラの方ですかね。はい、あの2マナプラス2プラス2の騎士の制約の方、これですか、これっぽくないですか。確かにこれもこれですかね、うん、いや、これだと分かるんですよ。なるほど。ラス戦略と噛み合わないので、単体を強くして殴る、はいはい、アドバンテージを損して、うん、なんでラスを入れるんだったらこれは抜くので間違いないですね。はい、平成最後の包囲祭です。はい、まあ、今の包囲祭飛ぶ代わりに1マナ重くなってますから。1マナ重い上にトランプもないですかね。まだでも悩んでますね、どうサイドインしようかと。まあ、反逆の行動を抜きそうなのはまあ間違いないですね。やっぱりそのそうですね、大きいクリーチャーがあんまりないですか、ね、あんまりいない。そのもちろん4マナ66のね、三撃の悪魔とか取れると嬉しいんですが、はい、まあ、まあそんなに強力ってわけでもないので、何入れるかな。でも抜いてまで入れたいカード、まあやっぱ火山のドラゴンかな。火山のドラゴンか溶岩の斧あたりを、まあ代わりに、結局、役割は一緒なんですけど、打点を稼ぐカードなんで、どういう稼ぎ方をするか、殴るのか、奪うのか、みたいな感じなんで、どれが一番いいかですね。どれかは入れていると思いますね。火山のドラゴンか、溶岩の斧か、反逆の行動、どれかは1枚は入れていると思います。除去の多さを鑑みると溶岩の斧がいいんじゃないかとか、そうですね。もう場が止まった後に無理やり勝つカードとしては、はい、このカードでもいいかなと思いますね。はい、これが一番ケアできないかな。うん、
まあ、脅迫だけってことですね。そうですね。さあ加藤さんがどういうサイドボードをしたのかが気になるところですと。大きく変えていないように見えましたね今。そうですね、まあ、2本目、多分2本目、1本目から2本目のところでかなり変えたので、うん、まあ、このままゲーム戦は行こうと。はい、はい、神が決まる最後の戦いですが、そうですね、この勝った方がリミテッドシーンとして、はい、その栄誉と、まあ、10万円と、はい、はい、シャッフルも下位入念になりましたね。いや、3本目先手というのは赤嶺さんかなり大きいんじゃないでしょうかね。そうですね、この町、まあ、もちろんまあ、マッチの性質上先手が有利なんですが、特に中道さんのデッキが先手デッキなので、はい、加藤さんはこの後手番を、はい、しかもちょっと相性が不利なのを巻き返すにはある程度優秀な動きが必要とされますね、うん、今のグール、先方のグールなんかはまさに、はい、優秀な動きの、もう1マナ2に、はい、まあ、もちろん最初はタップインですが、まあ、そのタフ2がやっぱ偉いですね、うんうん、タフネス2の分だけ 1-1 の攻撃を止めれる、もしくは殴れるので、はい、1ターン目これ出るともうライフが、まあ、本当に差し引き6点ぐらい変わるでしょうね、うん、なんで加藤さんとしてはぜひこの千本のグール初手に来てほしいなと祈って出るんではないでしょうか、はい、あと、まあ、歩く死骸でもいいですね。2マナ2に、はいはい、バニラ軍団が、そう、いや2-2が欲しいですね。やはり 1-1 の群れなんで相手のデッキが、はい、3-1は控えてくれと、はい、後手で 3-1 引いて相手 1-1 の群れだと泣いちゃいますからね。そうですね。さあ運命の最終ゲームになりました。さあ中道選手はランド平地し山がなさそうですね。山がなさそう。平地は2枚やりそうなんですが、あ、やりました。あ、やりました。平地ですね。平地平地でもキープしたってことは、でも赤いカードまあまあありそうですけどね。まあ、白いカードはどっちもプレイできるんじゃないですかね。そうですね、2枚あるんで、その2枚がしっかりとアクションなんでしょうね。一方今度はマナはしっかりしてるんですが重いですね、カードが。やりそう。あ、やりましたね。やりま、あとハンドが4マナ24の総量、ドワーフの総量、バレロンの誘引券、リッチのアイブ、5マナダーバにランド4枚、ね、ただ必要なカードはあるんで全部まああとは軽いカードさえ引いてくれればと。そうですね、多分やると思いますね。これはもともと不利なので、はいはい、半端なマリガンするんじゃなくて、こっから都合よく引くことを求めた方が多分勝率が高いだろうと僕は思うので、キープしますね。これは、あ、山ありましたね、ありましたね。ということはすごい山平地の結構すごいハンドワンじゃないですか。グッドムーブの可能性高いですね、はい、おー、しかも 2-1 っすよ。あ、違う、今のはヨガノノ引きました。あ、ヨガノノか。あ、やっぱしヨガノノ入れてましたね。入れてましたね、うん、俺てっきり2-1だと思った4点って4点超速攻だと思いました。あ、2マナだけど、2マナだけど、アクションではない。だからあとは4マナ24出すまでにどれだけライフが減るかですね。はい、今のところは、あ、そうですね。打点そねった。打てるときに打ちました。おお、すごい。9点。そうですね。もうこれ以上増える見込み、ないと、ね、そんなにないだろう。あとは4マナで削りきようと。もしくはあれですね、もう1枚持ってるとか、このターンに打って、次のターンも打って、ラッパみたいな、その、はいはいはい、手札に溜まってるパターンです、ね。ああ、すごい、すごいカード来ました、今。おビアシの2点からの、点からの速攻で、6点。6点。4点。合計6点ですね。で、4。これ4。で、手札にはヨガノノですが、土地がなく、ない。こっから加藤さんのターンですね。はい。まずはドワーフの。で、1ゲイン。1ゲイン。で、ただ1ゲインとはいえ、盤面はもう。そうですね。5。開始で。ここで、ターンが返ってくると、バレロン剣つけたりとか、まあ、ね、リッチのアイブで3ゲインとかあるので、ここですね。ランドはない、そう、ない。そして中道選手、ハンド、リリ式携帯とかあるので、4マナ以上のカードちょっと溜まってるように見えますね。ちょっと足が止まりました。ここで止まるとかなり厳しいですね。そうですね。こうなると、加藤さんがまあ、そういう感動をキープしたので。そうですね。うん。リスクを追ってキープしたので、巻き返せる可能性はまあまあありますね。あ、もう、ライフを詰めることに。これはどこをブロックするか結構重要ですが。あ、難しいけど、もう多分、ライフに余裕がなさすぎるので、おおむね 2-1 ブロックすると思いますね。はい、無理って言って。まあ、1-1 もあり得るか。速攻つくのがきついから。まあ、1と2の差だからどう1と2の差でかいんですよね。1-1 の群れなんで。なるほど、なるほど。4だ、残り1になっちゃうと、1-1全部通せなくなっちゃうんで、うん、多分これは、もう 2-1 を止めるしかないですね。うん、なるほど。はい。
3点ここで残りが2か1かは違いすぎる。なるほど。もう結構ゲームが終わるレベルになっちゃうんで、まずここでリッチのアイブル一度、そうですね。でまあリッチのアイブル打つかな、さすがに、ね、うん、まあ、装備品は次の手に持ち越しと、うん、ただランドを2枚引いた瞬間に勝ちですからね、はい、この、まあ、これが一番、ね、まだ来ました、片中美樹選手ここまだいけると、おっと、はい、さてむしろこれ殴れあまり投げないですよね。あ、加藤選手、まあ、バレロン剣つけて殴る、まあ、つけて殴るら確定ですかね、つけて殴り出す可能性は、え、リッチの部分もう一枚かな、違うか、ワルツか、いや、ワルツですね。お、包囲祭ですか、包囲祭、吸血鬼の君主引きましたね、これはかなり大きい、なんて言ったってドレイン8、だいぶ遠ざかりました。そうですね。さあ中道選手、あの一ターンがだいぶ大きかったですね、土地を引けなかった一ターン、かなり大きかったですね。あ、よ、ドラゴンか、ドラゴンですか、火山のドラゴン と、ヨーガノの両方あるので、このままゆったりしてもなんか無理やりライフ詰めれる3段をつきましたね。なるほど。3ゲイン。うま。3ゲイン。あ、この2、3偉い。おー、素晴らしいですね。はい、バレロン剣のトークンが。トークンが。チャンプアタックになれたので。なるほど。なかなか。ちょうどいいサイズですね。そうですね、ちょうどいいサイズですし、残りの、火山のドラゴンと、もう、ラバックスで最後無理やり削り切るプランになると思うので、はい、それまで時間を稼ぐという意味でもいいですね。まあ、無理やり押し込まれなくなったんで、これで。加藤さんが無理やり押し込む力が今、そう、そんなにないですね。かなりないと。はい、まあ、今、できるのって、吸血鬼の、まあ、君主にバレロン剣つけて、飛行アタック5点、うんうん、5だけですからね。ただ、この飛行アタック、そうですね、飛行アタックだと、全然足らないですね。加藤選手も、少し。今の23には結構苦しいかもしれない。苦しくって感じですね。はい、普段、よりも手つきが慌てるように見えます。ものすごく今感じてますね。はい。はい、さあ、ただ、とはいえ、選択肢がないので。手札があれなんですよね。ワルツ、死の演武曲なんで。そうなんですよね。このクリーチャーたち死んでほしいんですけどね。ただ知らないっていう、はい。タフネスが高くて死んでくれない。死んでくれっつって。頼む、君たちを回収させてくれと今思ってるはずなんですが。まあ、ベストを尽くすしかないので、まあ、吸血鬼の君主につけて5点殴って、打点が高い方がいいですかね。はい。まあ、一応4回殴れば勝つので、はい、まあ、殴るでしょうね、つけて。あ、そっち行きましたか。そっち、あ、死にたいからの可能性はありますね。あ、ダブルボックスしてくれと。はい。この君主、この、相手の、まあ、あり。確かに。もう、ダメージ通すのが目的ではなくて、この、あ、シミュレーションしますね。シミュレーションしますね。このつけた場合殴ってどうなるかっていうのを。まあでも、多分中道選手通してくるんで、はい、あのこの4-4は。そうですよね。そうなると、ただ上につけなかった、飛行につけない時よりも1点損するだけになる可能性が高いですね。うん。さあ、かなり悩んでいますが。まあ普通にダメージを通したい目的だったら間違いなく君主につけるんですが。そうですね。ただまあ、こっちにつけた方が、ブロックさせることでクリーチャーを奪いやすいと。そうですね。相手に選択肢が生まれた方が、やはり相手からしたら分からないので、ブロックしてくるかもしれない。もう確定で5点通すんじゃなくて、4点しか取らないかもしれないが、相手がブロックしてくれるかもしれない方を。あ、役場ドワーフのソウルが死ねば、そう、拾えるの方を狙った方が勝率が高いんじゃないかなって考えてますね。なるほど。はい。攻撃しました。そうですね。そういう意図です。はい。多分通るんですが、はい。ブロックしてくれるかもしれないので、これは悪くないと思いますね。興味深いプレーですね。はい。いや、考えた上でですね、中道選手もそれを理解しているからこそ通してますね。はい、自分の軍人は減らしたくないし、まあ、そもそも墓地に落としたくないし。なるほど。さあ、ランドを引かない。いや、5ですね。ハンド。今、パッと見えましたけど、ハンドが信仰の伝令と騎士の勇気と、溶岩の斧と、ひどい、火山のドラゴン。いや、5-5-5-6に見えましたね。現状。全部重いカードですね。うん、パッと見5-5-5-6の重いところ全部引いちゃった系のように見えます。はい。はい、というわけでターンを返ってきまして、今引いたのは、こういうところに、殺害ですか、ね、殺害ですね。おっと。さあ、どこに打ちますか、あ、まあ、頻繁に打つんじゃないですかね。打ちますかね。そうなると、やっぱ22トークンがバリ残るんで。なるほど。まあ、頻繁に打った上でどこ殴るかはわかんない。どこに、まあ、このままか、あ、付け替えた。付け替えですかね。
あ、そうそうよ。ああそうね、ごめんみたいな。で、多分ブロックしてから打つんだと思うな。なるほど。あ、いや、ブロックしてから打つかな。打たないんですかね、そもそも。あ、打たない。打たない。なるほど。まあ、個人的には、打って場に22が残る、もしくは相手の場が減る方が有効だと思うので、何をケアしたかな。なんか出された時嫌なクリーチャーをケアしたってことですかね。はいはい。まあ、一応原因はされちゃうんですけど、防御牝馬。現状はあの牝馬がまあまあ盤面を支えてるので。まあもうすでに4点減されてるのと同じですか、ね、そうですね。22体分吸い込まれてるので。まあフルパンしてきた時に打ち込んでずらしたい。はい、それもあり得ると思いますね。個人的な打つよりですが。さあ、ここまだ5点。まあもう、このこれだけで殴り切ろうとしてる可能性ありますね。なるほど。一応あの、防御牝馬のライフゲインをさせないプラン。やはりカードパワー、包囲祭。そうですね、包囲祭が。とバレロン剣というコンボみたいなコンボで。はい、ちょっと中道選手、もうライフが6か。6ですね。土地を1枚引くだけでだいぶ盤面が解決されそうですが。そうですね、でもあれか。次は飛行もブロックするんですかね。加藤さんとしては、もう、中道さんの手札が溜まってるということは、ゴマナのクリーチャーもしくは騎士の勇気があるだろうと考えてそこに打ち込みたいと、はい、まだその殺害を打ち込む予定なんでしょうね。まあ、伝令もそうですけど、はい、伝令もしくはあの 1,2 飛行についた騎士の勇気ですとか。なるほど、なるほど、なるほど。その負け勝ち筋というよりは負け筋をどう減らすかで、うん、そっちを選んでますね現状。さあ、ランドは引かないと。なかなか中道さんは引かないと厳しくなってまいりました。このターンは引かないといけないターンですが、そうですね、もうそろそろこの 1,2 飛行でちょっとチャンプブロック、もう次のターンチャンプブロックしそうですね、ですね。これライフ6に対して5点食らうのはあまりにもリスキーなので、うん、基本的にはもうチャンプってできるときにするのがセオリーなんで、はい、今のターンしてもよかったぐらいでしかね、まあ、そうか。まあ、平地じゃないですかね。一番右は土地じゃないように見えますね。多分土地だったら喜んで置いてそう。そうですね。もうバレてるんで土地がなくて手札が詰まってるの、ね、置いてから考えてそう。でも多分土地ではない気がするんですね。もしかしたらラッパ系鼓舞する突撃とか、はい、あでも土地だった。あ、土地だ。上で何をするか考えてたのか。あ、これは、はいはいはい、ここあでもそこなんだ。刺さりますと、はい、さあ殺害、取っておいた殺害がここで刺さりますと、はい、この殺害厳しいですね。そうなるとこれ中道選手もかなり次土地引いて火山のドラゴンであの吸血鬼を止めるところからスタート。しかし止めると加藤選手の手札にある死の M 曲が、はい、死の M 曲がついに動き出すという形ですね。ニッチもサッチもいかない状況になってきました、はい、中道選手ここからどう逆転するか。さあ、このダメージは一度どうなんですかね。ここのアタックは結構難しいんじゃないですかね。あ、1体できました。ジャンプしますかね。しないですね。もうしないと返しでどうですか。耐えたりしないですかね。いや、足んないか。足んないですね。いや、まあ、あれですかね、反逆の行動が入ってたあれを。あ、なるほど、ダブルブル。いや、なるほどなるほど、関係ないか。まあまあ伝令と、まあ、ブロックスならこのターンでもいいんじゃないかと。そうですね。しかしこれだとジャンプしなくてよかったのかどうか、まあ、これここでさらに 1,2 がジャンプするのかな。そういうことですかね。そういうことですかね。難しいですね。まああれ伝令ブロックしちゃったら負けですもんね。まあ、回収されるので負けるんですが、まあ、でもそれはもうノーケアの可能性もありますね。勝つために 1,2 飛行が必要だから取っておいたという考えの可能性の方が高いかな。なるほど。これ新婚伝令ブロックしそうですけどね。もう中道さん的にはもう無理って言って、はい、ただブロックしたら負けてしまうと。そうですね、まあ、それはまあ見えてない情報ですし、まあ、不利な時に最悪をケアしてもしょうがないのでこのゲームはもう相手の手札ランドだけやろうぐらいに考えてると思いますね、はい、うん、というわけでブロックしました。はい、はい、からの、そして打たれるのが計算します、ね、2大回収して、はい、ドレイント、はい、というわけで加藤選手が勝利いたしました。
環境名人に続いて、はい、素晴らしいリミテッドシーンということで、リミテッドシーン加藤健介、いやー、はい、誕生いたしましたね。やはりまあ彼らドラ吉というコミュニティで、ね、ドラフトを普段からまあ行っている、強いですね、すごいですね。マリガン、マリガンの風もありながらも、はい、もう3本目もおじさん装備品から、ね、トライアルを優勝してですね、決勝ラウン、予選ラウンド701で抜けて、抜けですよ、もう完全勝利ですね、完全勝利ですね。加藤のためのリミテッドシーンまでありますね、これは。はい、では戻していただきましょうか、はい、いやーもう素晴らしい、素晴らしい試合でしたね。加藤選手だってこのリミテッドシーン、トライアルから1回負けてないですよ、はい、トライアルを抜けてからの全勝という形で、7回戦、3回戦で10回戦で、今日が8の3なんで、そうですね、21回戦で1回負けてないですよ、まあ、予選ラウンド1回負けてるかもぐらいですね、多分。確か負けてなかったですよいやーすごい、すごいですよ、じゃあこの基本セットは彼のためにあったんだよ、いや素晴らしいですね、素晴らしいです、リミットシーンです、そんだけ勝つだけの実力、はい、プレーもうお見事という、ね、はい、落ち着いてプレーされて、そうですね、殺害、はい、まさにあのゴマラの死ぬ勇気を消したプレーで、はい、頑張って取っておいた、いや構想しましたね、構想しましたね、はい、はい、という形できっとこれから加藤選手はお呼びできると思いますので、はい、きっとですね、はい、呼んできてくれるんじゃないかなと思ってますよと、いや素晴らしいですね、素晴らしいですね、もうしっかりとサイドボーディング、あとはやっぱあのキープもね、まあ、僕もそうですね、結構リスキーではありましたが、リスキーではありましたが、もともと少し勝ち目が、うん、まあ、そんなに高くないマッチでどれぐらいのハンドまで許容するか、うん、で割と、まあ、きついマッチだからマリガンしていいハンド求める方も多いんですが、はいはい、そうじゃなくてもともときついから今のハンドを是としてこっからある程度引くのを求めようの方が勝率が高いことは多いです。なるほど、うん、そのきついかといってマリガンするのがいいとも限らない、そうですね、うん、はい、結局マリガンもリスクなので、うん、これはこのリミテッドに関わらず、うん、まあ、その構築も言えるんですけども、うん、きつい、あの相性が悪いときこそ緩くキープ、逆に相性がいいときはマリガンしろっていうのが、まあ基本的なマジックのセオリーだと僕は思ってるので、そういった意味でもあのハンドはそのキーカードである4724のドワーフのソウルもいましたし、勝つのに必要なバレロン剣もあったので、あれあのハンドのまあキープはすごい良かったと思いますね、はい、お見事です。というわけで、はい、いらっしゃいましたので。そっちに。あ、じゃあ、こっちもう一回行くんです。はい。はい。ということで、見事、はい、リミテッドシーン決定戦優勝し、リミテッドシーンになりました、加藤健介選手です。いやー。はい、おめでとうございます。来ましたね。来ましたね。ありがとうございます。環境名人戦をね、はい、語れたばかりだった気がしたんですけど。いや、まあ、それも半年以上前の話なんで。結構前でしたね。はい、今回、トライアルから無敗ですか？そうですね。月曜日だったかな。今週の月って、先週の月曜日でしたっけ？はい。はい。にあったトライアルからの参加させていただきまして、うん、はい、そうですね。確かに、シールドが402からの、30して、2倍をいただいて、今回、で昨日のシールドラウンド、そうですね。では、2倍持った状態で、501? そうですね。501。まあ、都合、そうですね。701の状態で、でね、30と。で、そうですね。なんかもう、どうなってんすか、もう向こう半年勝たねんじゃねえかって感じがするんですけど、はい。いやー、もう、これはね、だいぶカットまとめたからと。もう、誰も文句のつけようもない。つけようもない。最高のリミテッターという形で、神神、はい、ポールトゥーウィンじゃないですけど、そうですね、なかなかいい感じでスタートできたんじゃないかなと思います。はい、神ですね。素晴らしいですね。ありがとうございます。で今回、このリミテッドシーン決定戦に向けて練習とかってしたりしたんですか？はい、ですね、特別このためにというのはしなかったんですけども、例えばその、まあ、日本選手権であったり、そのグランプリの、そうですね、はい、のために、まあ、仲間たちとの練習、はい、そうですね、はい、したというのが、まあ、今回来たのかなとは思います。ドラ吉のメンバーと、そうですね、はい、ドラ吉と呼ばれるそのドラフト好きのメンバーと練習することで、はい、そうですね、ちょっと上達できたのかなとは思ってます。やっぱ普段から研鑽するのがリミテッドはすごい大事になりますかね。そうですね、なかなかちょっとそのリアルのドラフトってやる関係あんまないのかもしれないんですけど、うん、まあ、僕ちょっとまあ、幸運にして、はい、そういったのが、やりやすい環境にあるので、はい、そこはうまく働いたかなと思いました。おー、ちなみに10万ですよそうですね、次の防衛戦の時に、10万円が申請される形になりますね。そうなんですね、はい、いやまあしばらく先のことだと思うの で、ね、まあちょっとそれまでに使い方に関してはですね、はい、ちょっと考えようかな、はい、はい、友人たちと美味しいご飯を、そうですね、だいぶ宝られそうな、はい、今からしてい、はい、間違いない、まあちょっとそれは覚悟ということで、まあ、はい、そのつもりでございます、はい、ご、もう神ということでもう
大会にも参加していただきたいと思いますので、はい、そうですね、はい、機会あれば、あの前回ちょっと環境名人の時はあまり利用できなかったので、ね、はい、今回ちょっとできればね、はい、利用できればなと思ってますんで、はい、特に今後、グランプリ名古屋リミテッドなんですけど、 そうですね、その時の、はい、練習とかも、パック台のみ、おお、素晴らしい、だったりとか、ね、はい、なるほど、じゃあちょっと、はい、ぜひとも、早速も、はい、もう来週のプレビューぐらいがちょっと、ぜひともぜひとも、プレビューは確か2500円かな、ほんまにめっちゃ安いとかですね、はい、じゃあちょっとね、ぜひ、はい、ぜひ利用させていただければ、そうですね、はい、そうですね、思いますので、はい、神に会いたい人もさらにもう、はい、来ていただいてね、まあ、はい、実力的に言えばですね、はい、とても神と言えるレベルではないので、いやいや、とんでもない、かなりですね、次の挑戦者の方々は、はい、なかなか美味しいんじゃないかと思って、いやいやいや、ちょっと頑張っていただいて、はい、無敗の神ですからね、まあ、あのね、もう向こう半年勝たないのも大きいですからね、いやいやいや、名古屋のチームメートにごめんなってちょっと名古屋はちなみにどなた方とのですね、はい、同じくビックスの田中明君とですね、はい、あとあの伊藤元明君、はい、ブロンズプロですよね、はい、そうですね、はい、の、3人でですね、一応出場しようという話になっているので、まあ、ちょっと来週から、そうですね、ちょっと練習していきたい、名古屋の方も頑張っていただけたと思います、はいはい、ありがとうございます、はい、じゃあ最後に一言、はい、じゃあ次の挑戦者に向けてというか、なるほど、次のリミテッドシーン、はい、挑戦者決定戦に出る方々に向けてじゃあ一言、はい、そうですね、今もちょっと言ったんですけど、はい、私自体そこまでリミテッドがうまくもない人なのでただ、まあ、今回いろんな運だとか練習する環境に恵まれて、まあ、たまたま慣れたのかなというのは正直なところで、なので、まあ、いろんな方にチャンスがあるのかなとは思うので、ぜひ、まあ、いろんな方に挑戦していただいて、ドラフトを一緒に遊べればなと思いますので、これが神と言われました、はい、台本ないっすかね、マジでこれ台本ないっすかね、今素晴らしい、ありがとうございます、はい、おめでとうございます、加藤健介選手でした、はい、おめでとうございます、ありがとうございます。